江戸切子ネイル。ベースコート、ノンワイプトップコートを塗りってミラーパウダーをつけます。マットコートを塗ります。硬化します。アイシングジェルで和柄模様を描きます。硬化します。カラーインクを塗ります。エタノールで表面を拭きます。和柄がわかるようにアイシングジェルの上はインクが残らないように拭きます。ノンワイプトップコートでコーティングします。
します。アイシングジェルで和柄模様をなぞって凹凸を出します。全てなぞって硬化しました。もう少し細かく描いてみました。仕上がりの感じです。マットにコーティングしてからアイシングジェルで凹凸を出してみました。すりガラスみたいで好きです。こちらはインクの色は薄くなってしまいますが、凹凸ははっきりします。ご視聴ありがとうございました。フォロー、いいねもよろしくお願いいたします。他の動画もぜひ見てくださいね。